よろしくお願いします。お願いします。クレペチペチペチクレ、いっぱいあだ名があります。ペチはどうされてた？ペチはペチ、ただいすぎペチ、ペチって特に意味ない。ペチは ペがかわいそうから、ペチ丸子って、はい、ペチはそんなんだ。一時期六本木クラスにハマってたんだ。じゃあってユーリナさん二人で見てたもん。ただ僕が見れてペチっていうふうにやって、そこからペチとヘチも出てきました。どんな人？お前はこれ担当よ。ええ、一人で言えねん、仲良すぎる。いや、僕もまだボロクソ言ってくわ。あ、知らなかった僕もまだ掴めないです。お前で掴めんかったらもう誰も掴めん。いや、マジ掴めないです。じゃあもうこのチーム掴めてる人いない？誰もいないです。いない、地元の友達がいない。ああ、僕まだ5年ですけど。ごめん、もっとあの幼馴染とか、はい、確かに7年以上必要ですね。これ静岡行って聞いてみた方が早いかもしれないです。どんな人でも誰も答えられないです。宮城が答えなかったら無理です。フェンスも見るからに多分僕らと多分ファンが思ってることも一緒ですよね。うん、一緒です。もう見てるまんまや、見てるまんまで何考えてるか分からんとか僕らも分かんないんで。顔的にはどう？いや、もう謎一文字やん、謎一文字変なやつの方が、まさたかもそうやったしこの世界、大成するんかなって思うんで、うん、いや、変なやつになりましょう。もうすごい選手になるんやなって思うぐらい変です。まさかラボの後輩で、ちょっと青学とかで一緒にやってるけど、ちょっと同じような匂いするくれましょう。まあ、系統は違うけど、まあ、同じ、なんか変やなと思うよな。変の括りで言ったら変ですもんね。まあ、変、変グループの入ってる入ってるで、ちょっと申し訳ないと思いまして、僕とか二人でよく一緒に遊んでたけど、最近はどうですか？最近？最近ご飯行ったりして。は、ちょっと前行きました。焼肉を。そういう時に出してきて、お会計とかはどうする？高いところは僕が払ってるっす。ここ？あいつ、払わんす。そう。いや、わかんないっす。まあ、交代交代。比較的高いところは多分僕が払ってると思うんです。あ、でも今度遊びに行く予定です。どこに？クレンチに。あ、家に、はい、家で何して遊ぶの？一緒にご飯食いたいってどっちかが料理作って、僕が作るっていうか簡単な一緒に食べたいって言ったんですけど、うん、お前の飯は想像つかんというか。ベニから言ってきたの？一緒にご飯食べる？いや、僕が言ったんです。なるほどね。一緒にご飯食おうって言ったんで。オフはどっか行った？オフは、でも行ったんすかね。なんか2年ぐらい前は公園行ってブランクをしたり。 あれも教習所の合間の時間で、帰りとかで。まあでもちょこちょこ行ってるんですね、遊びには。旅行とかはまだ2人で行ったことはない？ああ、ないですね。結局オフは静岡帰っちゃうの、先に。また行った沖縄一緒に旅行を連れて行ったり。大変なりますね。わかりました。あと、他球団の人に、トレバイス選手ってこんな選手ですよって一言で紹介するとしたら、なんて紹介する？変な人ですって紹介します。なんかおめきそうな、この世でオンリーワンの存在だと思う、こいつ。ちっちゃこらいっすよ。不思議ですね。オリックス以外のファンの方々に、栗林こんな人間ですよってこう簡単に紹介するとしたら、なんて紹介しますか？なんか